はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。最初にお知らせが1点ですね。いよいよ明日の3月14日月曜日、夕方6時に新プロジェクトの方を発表いたします。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今日中にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いします。はい。ということで今回はですね、やる気を出す方法ということでお話をしていきたいと思います。まず、絶対に覚えておかないといけない前提となる知識っていうのは、やる気っていうのはそもそも何なのかっていうことなんですよね。やる気っていうのはそもそも何なのかと言ったときに、やる気というのは夢と現状のギャップから生まれるエネルギーです。夢と現状のギャップから生まれるエネルギーということですよね。まずこの知識だけは絶対に持っておいていただきたいというふうに思います。だからやる気が一番ある状態というのはどういう状態の時かっていうと、夢を描いた瞬間なんですよね。自分自身が夢を描いて気持ちがワクワクしてきたっていう時が一番やる気があるわけです。あとはもう時間とともにこのやる気っていうのは小さくなっていく方が当たり前なんですよね。なんでかっていうと、その夢と現状の差っていうのが縮まっていくからですよね。夢を描いた瞬間っていうのが一番距離があるわけです。夢と現状に一番距離があるわけです。で、そうした時にね、時間が経てば経つだけ夢にね、例えば1センチとか1ミリとか近づいていくわけですよね。だからどんどんやる気っていうのは小さくなっていくということになるわけです。で、そうした時にね、逆説的なんですけど、じゃあやる気がない状態っていうのはどういう状態かっていうと、大きく4つ考えられると思うんですね。1つは、夢そのものがないっていう状態ですよね。で、これは夢と現状のギャップからやる気っていうのが出てくるのであれば、夢そのものがなければ当然やる気っていうのはないということです。だから夢がないっていうのが1番です。2番は、ね、夢があったんだけど、ね、実現を諦めてしまったと、挫折したという状態ですよね。で、これが2番目の状態ということになります。そして3番目は、現状に満足していると。ね、現状に満足している。もしくは夢と現状の差というのがほとんどない。あるかもしれないけど、もうちょっとしかないという状態ですね。で、これが多分、今の日本人の中では一番割合が多いんではないかなと思うんですよね。やっぱりそのね、例えば私たちが50年前の1960年代と今の50年後の2016年と比べたらね、1960年代の人たちの描いてた夢以上の生活っていうのを私たちはしてるわけですよね。50年前の1960年代の人たちっていうのはね、ヨーロッパ、アメリカに追いつけ追い越せということでね、アメリカの人たちっていうのはね、こんなにね、物的に豊かな生活をしてると。で、私たちも同じようにね、豊かなね、物的に豊かな生活をしたいということで、みんなね、日本人共通の夢みたいなのがあったわけですよね。だからすごくやる気があったわけですね。まさに人口も右上がり、経済も右上がり、そして物的生活の充実さ、豊かさっていうのも右上がりという時代だったわけですよね。で、50年経った今私たちはどうなってるかっていうと、2016年になって今っていうのはね、あの人たちが思い描いていた、50年前の人たちが思い描いていたものっていうのはほぼ全部持ってるんですよね。テレビも持ってる。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、自動車、クーラーですよね。で、さらに、あの人たちがね、思い浮かべることがさえできなかった、その50年前の人たちからすると想像さえしてなかったパソコンとか、携帯電話とか、もしくはスマートフォンとか、そういったものまで持ってるわけです。だから、ある意味、50年前の人たちからすると、私たちはもう夢を叶えた人たちということになるわけですよね。だから現状にすごく満足している。だから現状にすごく満足している。もしくは夢とのギャップっていうのが限りなく小さいと。だからやる気が出ないというのがあります。で、今回お話ししたいのは、その今言った3つではなくて、この3つは3つであるんですけれども、一番今回お話ししたいのは最後の4番目の状態なんですけれども、夢実現が近づいてきた時に実はやる気っていうのは最もなくなるんだっていうお話をしたいんですね。ね、上の3つもあるんですけど、ね、それはまあ別の動画でもたくさん話をしているので、まあ、興味関心がある方はね、別のやる気というテーマの動画っていうのを聞いていただければいいかなと思うんですけど、今回お話ししたい最後のやる気が出ない状態の4番目ですね。夢実現が実際にかなり近づいてきた時にやる気っていうのは一番なくなるんだというお話を続けていきたいと思うんですね。これはそのやる気っていうのが何なのかっていうのが分かっていれば分かると思うんですよね。やる気っていうのは夢と現状のギャップがやる気というエネルギーを生んでるわけです。ってことは現状の方が夢の方にかなり近づいてくると、ね、やる気っていうのは失われていくんですよね。でこれをじゃあどうしていくかということなわけです。でそうした時にね、例えば、マラソンっていうのがあるとしますね。つい先週だったですかね、鹿児島市で初めて鹿児島マラソンというのが開催されて、ね、1回目ということで非常にこう盛り上がったという、そういう話があったんですけど、ね、例えばマラソンっていうのは 42.195 キロ走るわけですよね。でそうした時に普通は、ね、どの地点が一番苦しくなるかっていうと、大体その8割の35キロ前後っていうふうに言われてるんですよね。35キロぐらいになると一番なんかね、きついというか苦しいという状態になるということなわけです。で、これっていうのは、ね、この夢実現に関しても全く同じことが言えて、ね、いざ夢が叶うかもしれないっていうのがね、8割方こう近づいてくると一番こうやる気っていうのが出ないんですよね。うん、これやっぱり人間の中には、ね、夢を叶えたいっていう気持ちもあるけれども、ね、現状を維持したい、ね、今までの状態を維持したいっていうのもあって、8割ぐらいでいよいよこう夢実現が可能性としてかなり強くなってきたっていう状態になると、無意識がこうブレーキをかけるという、そういうこう働きっていうのを持ってるんですね。だからその42キロのマラソンで8割の35キロ前後が一番苦しいのと同じように、実際夢を描いて本当に実現に向けてね、一歩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 行動を積み重ねてきた人たちが最もやる気が出なくなるのが、実はね、このままいけば夢叶うんじゃないかなっていうのがなんか見えてきた、8割方見えてきた状態の時っていうのが、実は一番やる気っていうのが出なくなるんですね。でそうした時にやっぱり夢っていうのは、描いた瞬間っていうのはほぼ本人の頭の中では夢そのものが完全完璧な理想の状態になってるんですね。ちょっと距離がある時の方が夢そのものがすごくこうね、美しいものに見えるわけなんですよ。例えばその恋愛だったとした時に、例えばね、中学生とか高校生とかが例えば初恋をしてるとか、ね、初めてね、異性を好きになったとかね、中学、高校、大学っていう、こう10代の人たちがね、恋愛をしてるって言った時に、ね、多分恋愛って恋愛し始めが一番楽しいですよね。自分が好きになってる相手の人がね、今日はどんな服装なんだろうとかね、今日はどんなことを喋ってるんだろうとかね、今日はどんなことをするんだろうとかね、今日はそもそもね、会えるのかなとかね、見かけることができるのかなとかって言って、すごい楽しい時期がありますよね。であれがこうやっぱり恋愛の一番最初の頃が一番幸せだと思うんですよね。なんでかっていうと、恋愛そのものに対してもう完全完璧なこう、ね、理想的な状態をしか頭で思い浮かべてないからですよね。だからもう人と付き合えたらね、もうどれほど幸せになれるんだろうみたいな、そういう感じだと思うわけです。ね、で実際恋愛をして、ね、相手のことを知れば知るだけね、やっぱ相手のいろんな要素っていうのを知っていくことになるので、いざ付き合うってなった時はね、やっぱりそのね、完全完璧な幻想の状態ではない可能性もあるわけです。で、それがさらに現実的になってね、じゃあ結婚って言ったらどうなるかってことですよね。ね、結婚って言った時もね、一番幸せなのっていうのは多分ね、結婚してすぐの頃、新婚の頃とかですよね。でそれが一番幸せだったりするわけです。なぜかって言ったらまだね、頭の中がそのね、結婚に対しての本当にね、理想的な、ある意味本人の頭の中では完全完璧な姿っていうのがあるからですよね。でも実際はね、やっぱりお互い人間なので、ね、それぞれ、ね、短所もあれば欠点もあるわけですよ。ね、それをね、以前は見えてなかったけれども、ね、だんだん相手のことを知れば知るだけ、やっぱり相手はね、完全完璧な人間じゃない。もちろん自分も完全完璧な人間ではないわけだから、お互い様なわけですけど、ね、前は見えてなかったそういったものが見えてくることによって、ね、理想だけではない現実っていうのを見ることによって、だんだんそのね、幸福感っていうのが薄れていったりしますよね。何をするにしてもそうだと思うんですよね。例えば初めてね、どっか志望校に合格できたとか、何か資格を取得することができたとか、もしくは自分で起業して、ビジネスを立ち上げたとかね、何でもそうだと思うんですけど、ある程度距離があっていざ実現したっていうような、そういうこうね、瞬間が一番幸せなものであって、なんか現実が近くなればなるだけね、現実がよく見えれば見えるだけ、なんかそれに対してやる気っていうのが失われていく、幸福感っていうのが薄くなっていくっていうのはあると思うんですよね。例えばそのね、富士山っていう日本で一番高い山がありますけれども、ね、世界自然遺産とかに登録された富士山とかも、ね、やっぱりある程度の距離、例えば山梨県とか静岡県とか、ね、なんかそういったある程度の距離のところから見る富士山っていうのが実は一番綺麗だったりするわけですよね。実際じゃあ富士山が綺麗だからって言って富士山に行ったらね、自分が思い描いてなかった富士山、例えばその登山道にゴミが落ちてたとか、そういったものを見かけたりっていうこともあったりするわけです。だから何にしてもね、じゃあ自分がね、やる気を出したいと。で、夢と現状の間に、夢と現状のギャップがやる気だから、ね、だから夢を描きたいって言った時に、思い描く夢っていうのはいいことばっかりだと思うんですよね。だからその状態の時が一番ワクワクするし楽しいわけですよ。でも実際夢実現が近づいてくると、その自分が目指している夢そのものが完全完璧なものじゃないかもしれないっていうのがこう頭によぎったりするわけですよね。例えば自分が理想としている人がいたとして、ね、自分の頭の中ではその人に対して完全完璧なイメージっていうのを作り上げているわけですけれども、ね、でも相手は、ね、間違いなく人間ですから、ね、完全完璧ではないわけですよ。ね、そうした時に自分が理想としてね、こういう人になりたいと思って目指していったんだけど、いざ本当にね、そういう同じような状態になれそうだってなった時にね、その欠けてる部分とか短所とかネガティブな要素とかっていうのが見えてきたりするというようなことがあるわけです。いずれにしてもとにかく夢実現に8割方近づいてきた、もしくは見通しが立った時っていうのが一番やる気っていうのは出ないんですね。っていう風になってるんですよ。なんか無意識がね、とにかく現状を維持する。ね、今までの居心地の良かった状態に戻す、なんか一つの働きみたいなもので、ね、8割ぐらいなんか、ね、近づくことができると、なんかね、夢だけじゃなくて現実みたいなのも見えるようになってきて、やる気っていうのが急激に失われていくんですね。で、この知識を持ってるか持ってないかっていうのが夢を叶える最後の鍵になるんですよ。ね、多くの場合、この知識を持ってないばっかりに、やる気がなくなった時点でですね、その自分が目指している夢そのものに対して疑問を持ったり、せっかく今までね、積み上げてきた行動っていうのをね、もう完全にスパーンってやめてしまうっていうことが非常に多く起こりやすいんですよ。ね、こんなにやる気がないってことは、自分が目指しているものではないのかなとかね、こんなにやる気が出ないってことは、自分がやりたいことじゃないのかなとかね、やっぱり違うことがいいんじゃないかなとかね。っていうことで、ね、8割ぐらいで結局その42キロのマラソンで35キロ地点でリタイアしてしまうっていうことがね、よく起きるんですよ。まさに現状を維持したい無意識の働き通りになってしまうということが起きるんですね。でも知識として、ね、夢実現が近づけば近づくだけやる気が失われてきて、8割方このままいけば夢叶うなって思った時に一番やる気が出ないということをもしね、知っていればね、それでもやっぱりね、足を止めずにね、足を動かし続ける、走り続けるってことができるんですよ。そうすると42キロの、ゴールまでたどり着くことができるんですね。とは言っても、ね、やる気が全くない状態でね、じゃあ行動を続けられるかって言ったらね、理論的にはもちろん可能なんですよ。習慣の力でね、本当に惰性の力でね、とにかく足を止めずに進み続けるってことはできるんですけど、やっぱり現実的にはやる気はないよりはあった方がいいわけですよね。じゃあそうした時にじゃあどうすればいいかっていうことなんですけど、ね、さっきのマラソンの例で言った時に42キロで35キロの時に苦しくなるっていう人がですよ、全く同じランナーの人が今度100キロマラソンに挑戦した時にじゃあやっぱり35キロで苦しくなるかっていったら実は苦しくならないんですよね。これが人間の脳とか心の本当に不思議なところで、42キロのマラソンだったから8割の35キロで苦しくなってたんですよ、ね、じゃあ全く同じ能力を持ってる人が100キロマラソンに挑戦したら今度は35キロの時点では全然苦しくならないんですよね。単なるね、本当にまだね、100キロのうちの35キロってことは半分もいってないわけだから、単なる通過点としてね、比較的こうスムーズに走るっていうことができるんですよ。で、これは夢実現に関しても全く同じことで、ね、夢を描いてやる気を持って行動し始めたんだけど、ね、夢実現に向かって近づけば近づくだけやる気がなくなりましたと。でも、じゃあどうすればいいんですかって言った時に、ね、もっと大きな、もっと、ね、壮大な夢、そしてさらにね、数をね、どんどん増やしていけばいいんですよね。だから最初の頃は、ね、これが夢だっていうふうに思い描いてたわけですけど、その夢を、最初に描いた夢を単なる通過点に変えていくっていうのがコツなんです。ね、これが今回ね、お伝えしたいやる気を出す方法ということになります。ね、最初はこれをね、叶えられたら最高だなと思って走り始めたわけですよ。でもいざね、これこのままいったら叶うんじゃないかなって思った時に、ね、その夢を通過点に変えてしまうんです。ね、その先っていうのをどんどん自分で作っちゃうってことなんですね。これを実現したら次はこれをやりたい。で、その後はこれをやりたいと。っていうことをもうどんどんね、作っちゃうっていうことなんですね。で、それがね、その、35キロを、ね、42キロのうちの35キロじゃなくて100キロのうちの35キロに変えてしまうっていう、方法なんですね。で、これが一番強力なわけです。そうすると、比較的常にやる気のある状態で行動をし続けるっていうことができるんですね。で、そうした時にね、最初の冒頭の方で言った、例えばね、1960年、今から50年前の1960年代の人たちから見ると、まさにね、物的にね、ほぼ全ての夢を叶えた、いやね、夢以上の生活をしている私たち、ね、現状に満足しましょうというようなね、私たちが、じゃあね、さらに大きな夢って言った時にね、描けるのかって言った時に、実はね、これ描けるんですよね。描けるんですよ。で、なんで描けない、もしその夢がね、描けないとかね、やる気が出ないかっていうとね、いい意味で言うと頭がいいんですよ。で、悪い意味で言うと、なんかね、虚勢されてしまってるっていうことなんですよね。もうこれは表現がポジティブとネガティブと両方言ったんですけど、ポジティブな言い方をすれば頭がいいんです。で、ネガティブな言い方をすると虚勢されてしまってるっていうことなんです。つまり、建前と本音って人間はね、絶対この2つは必要なんですよ。必ずいるんです。建前と本音っていうのは絶対いるんですよ。ね、目に見える体だったとしても、ね、本音で生きた方がいいって言ってね、街中をね、全部ね、全裸で歩くってことはできないですよね。やっぱり体を、ね、服で隠しますよね。で、それはやっぱ建前っていうのがどうしても必要だからです。いや、やっぱり人間本音で生きた方がいいって言ってね、自分の自宅からね、どこに行くにしても全裸でね、歩き回ってたらね、もうね、警察に逮捕されますよね。軽犯罪法違反ですよ。になってしまいますよね。公然わいせつとかっていうふうになりますよね。だから、やっぱりね、目に見える体でさえ建前っているんですよ。やっぱり自分の体っていうのを服装で隠しますよね。まして心も全く同じで、やっぱり人間っていうのは生きていく上で、建前と本音って必ず両方必要なんですよ。で、夢が描けないとかやる気が出ないっていう人の特徴は、建前が強すぎるんですね。だから建前が過剰になりすぎてるんですよ。だから道徳的になりすぎてる。もっと言うとお坊さんみたいになってるってことなんです。で、そうすると夢がなかなか思い浮かばないとかやる気が出ないってことになるんですね。確かに世の中で、ね、社会生活、人間関係を営んでいく上では建前っていうのもいるんです。ね、確かにいるんですよね。いくら本音で行きましょうって言ってもね、どこに出かけていくにしてもね、全裸で歩き回るってことはできないわけですよ。それは目に見える体でさえそうなのであれば、心も全く同じなんです。ね、どれだけ頑張っても 100% 本心本音で生きるってことはできないです。やっぱりね、人がいる以上、ね、建前というね、こうあるべきみたいな。これが理想ですみたいな、そういったものっていうのは絶対必要なんですよ。それがないとやっぱりなかなかね、人間関係っていうのを作っていくことができないとか、社会生活を送ることができないっていうのはあるんですよね。事実は事実なんです。でもそれは自動車にアクセルとブレーキの両方がついているようにね、建前と本音っていうのはやっぱり両方いるんですよ。でそうした時になかなか夢がね、思いつかないとか、やる気が出ないっていう人はね、こう建前が過剰すぎるんですね。要するにブレーキ踏みすぎっていうことなんですよ。ね、自分の本心本音に蓋をしすぎてるっていうところがあります。ね、だからやっぱりそのね、家庭教育、そのね、私たちが生まれて赤ちゃんとかって生まれて、家庭教育があって、しつけがあって、小学校教育、中学校教育があって、道徳教育が行われて、ね、要するに建前の部分、理想的な人間のあるべき姿みたいなね、そういったものっていうのがどんどんね、教育として教えられたわけですけど、そっちの方がね、もう過剰になりすぎてて、こうブレーキ踏みすぎてってるから、バランスが取れてないっていう状態になってるんですね。だからそういう人たちは一回そういう建前とか、ね、道徳とか、ね、社会貢献とかっていうのをね、一回頭の中から忘れて、本心本音っていうのに正直になると、ね、やる気っていうのは出てくる方が当たり前だし、夢っていうのはどんどん思いつく方が当たり前なんですよ。ね、人間の幸せってそんなに難しくないんですよね。そんなこう理論的に小難しいことをやらないと人って幸せを感じないわけじゃないんですよ。で一番簡単なのはね、食べ物ですよね。自分が好きなものを食べるってすごい幸せですよね。そういうものなんですよ。私たち人間っていうのはね、結構こう高等生物みたいに見えてね、結構ね、そういうこう単純な動物的なものっていうのもまだ残ってるので、ね、でじゃあね、お金がね、もう本当にね、一生の間使い切れないぐらい持ってる、何千億っていうね、ビリオネア単位で持ってるとかね、下手すると何兆円っていうね、単位で持ってるって言った時にね、じゃあね、何したいですかとか、どこ行きたいですかって言ったらね、多分ね、本当はね、たくさん出てくるんですよ、実際は。ね。で、それをやっぱりね、こう、無意識の中で、なんか、建前とか、ね、道徳とか、ね、社会貢献とかね、そういったのがこうブレーキかけて、そういったことをね、思い浮かべないようにしようとかね、いうふうにこう自分で自分にこうね、ブレーキをかけてるっていう場合が多いわけなんですけど、本当はね、じゃあね、もうお金はね、もうとにかくね、有り余るほどありますと。もう一生の間絶対使い切れないぐらい持ってますと。で、何したいですかと。どこに行きたいですかと。何食べたいですかと。誰に会いたいですかと。いうことをやった時にね、普通はね、出てくるんですよ。もし自分の心に本当に正直だったら。ね、でそういうことをね、やっぱりやるっていうことがすごく大事で、ね、なんか虎の狸の川山用ってなんかね、日本語的にはなんかあんまりいい言葉じゃないように聞こえる場合があるんですけど、これ逆で、実はね、人生にはね、虎の狸の川山用って大事なんですよ。ものすごい大事なんです。ね、実際はそれがなかったとしても、ね、例えば宝くじに当たってないんだけど、宝くじにね、例えば1億円当たったら、3億円当たったら、ね、6億円当たったら、何したいかなっていうのはね、虎の狸の川山用なんですけど、実はそれって人生にとってすごい大事なんですよ。そういうことを思い浮かべることで初めてね、建前でガチガチに縛られてた自分の心を本心本音でもう一回解放するってことができるようになってくるんですね。両方がいるんですよ。確かにね。みんなが本心本音でね、なんかね、エゴ丸出しでね、やってたら、それはそれでまた人間関係とかね、社会生活っていうのはうまくいかないと思うんですけど、で今回の話はね、とにかくその35キロまで走ってきたのであれば、やっぱ完走すべき、つまり夢は叶えた方がいいということなんですよね。その時35キロの時に一番きついんですよ。ね、やる気がないのに行動を続けないといけない。やる気がないのに走り続けないといけないから一番苦しいんですよね。で、その時にやっぱりその35キロっていうのを42キロのうちの35キロじゃなくて100キロのうちの35キロに変えてしまいましょうっていう話をしてるわけです。その100キロって何ですかって言ったらもう夢ですよ。ね、たくさんね、何やりたいかなとかね、どこ行きたいかなとか、何食べたいかなとかね、どんな人に会いたいかなとかっていうね、ことをね、もういっぱいいっぱい思い浮かべるんですよ。ね、建前とか社会貢献とかね、その道徳、倫理とかっていうのを忘れて、もうね、欲望まみれで、一回自分のね、本心本音っていうのをもう一回ね、確認して、いっぱいね、夢を描くんですよ。そして、ね、100キロの状態にしてしまうとね、42キロは単なる通過点であって、その後にまだこれもしたいし、これもしたいし、こんなところにも行ってみたいし、こんな人にも会ってみたいし、こんな場所、こんなものも食べてみたいっていうのをいっぱいいっぱい思い浮かべるんですよ。そうして、もう一回やる気っていうのをね、戻していくということが大事なんです。だから、その35キロっていうのはまだ42キロのマラソンを、ね、走り切ってないんですけど、ね、42キロそのものを通過点に変えてしまうっていうのが一番のコツということになります。ね、で、人生っていうのはとにかくそのアクセルとブレーキ、本音と建前って両方が必要なので、ね、どっちの方に自分は行き過ぎてるかっていうのを観察できるようになるっていうのが本当の意味での悟りなんですね。悟りっていうのは、そのね、欲をなくすとかね、欲望をなくすとかっていうふうにね、なんか誤解してる人がいるんですけど、ね、そうじゃないんですよ。ね、それっていうのはね、車にはね、ブレーキだけがついてるね、車がいいですって言ってるのと同じぐらいおかしな話で、ね、そうじゃないんですよ。ね、確かにね、アクセルだけでブレーキがついてない車っていうのは危なっかしくてしょうがないから、ブレーキも大事なんですよ。ね、なんですけど、ね、ブレーキしかついてない車なんてそもそも車じゃないですよね。同じように欲がない人間っていうのは、もうなんかね、そこでなんかこう、ただぼーっとしてるだけっていうことになってしまうので、ね、じゃあ何のために生きてるのかってことになるわけですよ。だから悟りっていうのは、その欲をなくすとかね、欲を断つとかっていうことじゃないんです。今自分はどっちの方を過剰に行ってるか、今アクセルを踏む時期なのにブレーキを踏んでるとかね、今ブレーキを踏む時期なのにアクセルを踏んでるっていうのを冷静に観察できる状態になってるのが悟りなんですね。だからお坊さんみたいになることが悟りじゃないんですよ。だからそこは絶対にね、誤解しちゃいけないというふうに思います。ね、お坊さんたちの中でも本当の意味で悟ってない人なんてね、もう 99% ぐらいいるわけですよ。ね、お坊さんでね、執着をなくしなさいとかっていうね、教えてるはずなのに自分の宗派にやたら執着してる人なんて山ほどいますから、お坊さんたちが悟ってるっていうわけじゃないんですよ。ね、あの人たちがね、例えば禁欲の生活、自分たちは属性を離れてね、生活してるっていうことであったとしても、全然ね、悟ってないんですよ。ね、単にね、自分たちのなんかね、衣食住みたいなのをね、かなりね、こう20代、30代の若いうちからね、安心安定を求めて、なんか就職した、なんか職業的お坊さんみたいな人が 99% ぐらいいますので、ね、悟りっていうのはね、そういうことじゃないんですよ。欲求をなくすとか、欲望を断つとかってことじゃないんです。ね、観察できるようになるってことなんですよ。ね、だから、ね、確かにね、繰り返しになるんですけど、ね、本心本音で生きるってことは大事なんですけど、それはね、絶対無理なんです。100% 本心本音で生きましょうっていうのはね、無理なんですよ。それはね、私は本心本音でね、ありのままの自分っていうので生きたいから、ね、どこに出かけるときも全裸ですって言ってるのと一緒ですよね。それはもう無理ですよね。それは不可能です。できないんですよ。だからね、本心本音で生きるっていう、100% 生きるってこともできないんです。やっぱりね、どんなことをやってもね、やっぱ建前っていうかね、やっぱり隠さないといけない部分っていうのは隠さないといけない。体も隠さないといけない部分は隠さないといけないのと一緒で、心もやっぱり同じことがあるわけですよ。相手がどれほど親しい人だったとしても、やっぱり自分しかね、知ることがない、その自分の心っていうのはやっぱりどうしてもあるわけですよ。ね、なんですけど、ね、夢とかやる気っていうのは、ね、建前とかその社会貢献とかこうがんじがらめになってる時っていうのはやっぱ出てこないんですね。その時は逆にブレーキ踏みすぎてるんですよ。建前とか、ね、道徳とか倫理とかっていうのでね、ちょっとこう縛られすぎてるっていうところがあって、こうバランスが取れてないんですね。で、そうした時にね、じゃあ何千億何兆円って持ってて、それでもね、行きたいとこないですかと、やりたいことないんですかと、ね、で言った時にね、絶対出てくるはずなんですよ。ね、例えば世界って言っても200カ国ね、世界海外一周、海外旅行したいですって言ってもね、国の数だけで言っても200カ国あるわけですよね。日本だけで言っても47都道府県あるわけですよ。ね。ね、自分はね、焼肉が好きだから、日本全国のね、美味しい焼肉店をね、全部食べて回りたいとかね、もうそれだけでもね、ものすごい夢ね、じゃあ東京はどこが美味しいんだろうとかね、大阪はどこが美味しいんだろうとか、名古屋はどこが美味しいんだろうとか、山ほど出てくるんですよ。で、いや、自分は焼肉じゃなくてラーメン食べるのが大好きだから、で日本に生きてる間にね、47都道府県すべてね、名店、ね、ラーメンの美味しい名店をね、巡っていきたいとか。って言った時にね、じゃあね、仙台はどこが美味しいんだろうとかね、まあ、そういったことをやっていけばね、もう夢なんてね、100も200も300もね、いくらでも出てくるんですよ。ね、まあ、女性だったらね、スイーツとか、ね、大好きですよね。だからそうした時にね、もうね、なんかスイーツバイキングで一番ね、有名なお店ってどこなんだろうとかね、とにかく時間を気にしないで、ね、一番ね、仲がいい親友とね、もう本当にね、3時間でも4時間でもね、スイーツを食べ楽しいおしゃべりいっぱいしたいとかって言ったらね、もういくらでも夢なんて出てくるんですよ。ね、それにね、蓋をしすぎてるんですね。やる気が出ない状態っていうのは。もしくは今回の話で言えば、最初に思い描いてた夢っていうのが、ね、当初思ってた夢を8割方ね、なんかこのまま行動し続けたら、このまま努力し続けたら叶えられそうな時にね、近づいてきて、ちょっとやる気が失われてるっていう時はね、もっともっとね、大きな夢、もっと、そして数をね、こう出していくということが大事なんです。で、結局ね、そうした時に、やっぱりね、一生一回なんですよ。もうとにかく、人生っていうのは一生一回なんです。で、そうした時に、確かにね、建前も大事だし、道徳も大事だし、倫理的なものも大事なんですけれども、でもね、それで自分は犠牲になるために生きてるわけじゃないんですね。だから、その一生一回だから、生きてる間にやっぱりやりたいと思ったことは、やっぱり全部やった方がいいし、ね、行きたいって思ってるんだったら、それは絶対行った方がいいんですよ。ね、食べたいっていうんだったらね、食べた方がいいんですね。で、それをとにかくね、こう自分の心を解放して、本心本音っていう部分を、まあ、解放するっていうか、ね、虎と狸の皮算用で楽しむってこともね、人生はすごい大事なんですね。で、そこからこう出てくるわけですよ。ね、でそれをじゃあ実現するのにね、お金があれば実現できるっていうんだったらお金稼げばいいわけですよ。ね、これもこれもこれもやりたい、これもこれもこれも行きたい、これもこれもこれも食べたい、こんな人とこんな人とこんな人にも会ってみたいっていうんだったら全部実現すればいいわけですよね。でそれがもしお金があれば実現できるっていうんだったら稼げばいいってことなんですよ。それがやる気ですよね。エネルギーになってくるわけなんですよ。だからすごい人生って実はシンプルなんです。ね、やりたいことがある。だから一生懸命頑張ってます。以上、みたいなね。私はこれもやりたいし、これもやりたいし、これもやりたいし、ね、こんな風にもなりたいし、こんな風にもなりたいと。だから今一生懸命頑張ってます。っていうので、いいんですよ。ね。で、それで、とにかくね、どんどんね、自分自身を高めていくということになります。で、やっぱり夢っていうのはね、自分の本心本音からスタートしないとね、元気が出てこないんです。やる気っていうのが出てこないんですね。だから、まずは本心本音で夢を描くということをしていくということなんですね。で、そうすると、ね、だんだんやっぱりね、飽きてくるんですよ。ね。例えばね、自分自身だけが喜ぶ夢っていうのを叶えていくと、最初はそこからスタートするんですよ。で、失敗するパターンの一番の部分はいきなりね、社会貢献性の高い、なんかね、聞き障りのいい、こうね、なんかかっこいいね、夢をね、最初から描く人っていうのがいるんですけど、そういう場合ってね、人間ってね、やる気って出てこないんです。ね。やっぱりね、人間の幸せってそんなに複雑なものじゃないので、ね、美味しいものが食べられて幸せとかそういったものなので、ね、あんまりね、そのかっこいいね、建前とかね、こう社会貢献性の高い夢から最初からスタートするとね、もうまず挫折します。エネルギーが持たないです。だから最初はね、まあ、例えばね、こんなね、素敵な女性と付き合いたいとかね、結婚したいとかね、もうそういうこうなんかね、本心本音の正直な夢から始めた方がうまくいくんですよ。でそれをね、どんどん叶えていくと、だんだんなんか自分だけが幸せであっても、なんか嬉しくないから、じゃあ、人の幸せっていうことで、こうね、夢がどんどん上の方にこう消化していくんですよね。そういうなんかこう自然に夢も育てていった方がいいんですよ。だから、最初はその自分自身のね、まあ本当に欲求まみれ、欲望まみれの、なんかね、ちょっとこう利己的なエゴイスティックな夢から始めていいんですよ。ね、私はこんなことがやりたい、こんなことをしたいと。ね、だから一生懸命頑張ってますみたいなね。っていうのでいいんですよ。ね、だから一生懸命勉強してるし、一生懸命仕事もしてるんですというのでいいわけですよ。で、それをね、どんどん叶えていくと、だんだん思いつかなくなって飽きてくるわけですよね。要するに自分だけが満たされる夢っていうので飽きてくるから、じゃあね、もっと大きな夢って言った時に、じゃあ自分だけじゃなくてね、この人も幸せにしたい、この人も幸せにしたいって言って、こう夢が少しずつ大きくなっていくということになるわけです。でね、夢を叶えるっていうことがなんか習慣になると、本当の夢実現における喜びっていうのがだんだん分かってくるんですね。その夢実現がもたらしてくれる一番の財産って何なのかっていうのがね、だんだん分かってきます。夢実現における財産、一番の財産って何かっていうと、それはね、実はね、外から与えられる喜びじゃなくて、内から湧き上がってくる喜びだっていうふうに私は思うんですね。確かにね、最初はね、こんな場所に行ってみたいとか、こんなことをやってみたい、こんなことを体験してみたいっていう、まあそういうね、なんか外のものを追い求めて夢っていうことで、ね、努力していくわけですよ。夢実現のために努力していくわけですよね。まあ、お金が必要だっていうんだったらお金を一生懸命稼ぐし、仕事をした方がいいっていうんだったら一生懸命仕事するし、ね、勉強が必要だっていうんだったら一生懸命勉強するわけですよ。でね、なんか外のものを追い求めてますよね、明らかに。なんですけど、いざね、夢を叶えるっていうのがこう習慣化していくと、ね、なんかそれらは全てね、夢そのものが手段だったんだなっていうことにこう気づけるんですよ。ね、それらも確かに嬉しいし、喜びなんだけど、一番の喜びっていうのはね、やっぱり何なのか、これはね、やっぱり人間がね、与えられたね、やっぱりこう素晴らしい本能だと思うんですけど、進化成長欲求が満たされた時なんですよね。これが一番やっぱりね、内から湧き上がる最大の喜びなんですよ。ね、だから、いやもうね、自分たちはね、こんなにね、物的に恵まれてるからね、これ以上求めてもなとかっていうのはね、この進化成長欲求っていう内からの欲求をね、まだ体感したことがないのかなって思うんです。すごいもったいないんですよね。ね、仮にね、仮のゴールでもいいんですよ。仮の夢でもいいし、もう極論ですよ。もう、一番極端な言い方をすると他人の夢だったとしてもいいんですよ、別に。ね、結局ね、夢っていうのはね、最終的には何を夢で描いてもね、手段だっていうことに気づきます。ね、何でもいいんだなっていうことに気づきます。ね、なんか夢がね、本当の自分の夢は何なんだろうって、なんかね、哲学的なことをね、考える人がたまにいますけど、ね、そうどうでもいいんですよ。ね、これは本当の自分の夢なんだろうかとかね、なんかね、もうそういうなんかこう人生の中で一番難しいようなことをね、考えてる、人がたまにいますけど、ね、そういう哲学的な難しいことはどうでもよくて、ね、その夢が本当の夢かどうかなんていうのはね、実現してみないと分かんないんですよ。ね、で仮の夢でもいいんですね。でもう極論ね、他人の夢だったとしてもいいんですよ。ね、叶えたら分かります。ね、叶えたらどんな夢を描いたって、ね、それは単なる手段だったんだなってことに気づくんですよ。ね、じゃあ手段は、ね、夢であっても、じゃあ目的は本当のね、目的は何だったのかって言ったらね、やっぱ進化成長した自分なんですよ。でこれが一番やっぱり喜びを与えるんです。ね、例えば10年前の自分と比べてね、今の自分っていうのはね、もうものすごい成長してるなとかね、ものすごい進化してるなとかね、去年の自分と今年の自分だったら全然違うなというね、その実感っていうのが実は人生においては一番大きな喜びだというふうに私は思います。過去最高の自分がいつも今の自分になってるということなんですよね。ね、間違いなく今この瞬間の自分が過去最高の自分だなって思えるってことが実は一番の喜びなんですよ。そのための手段でしかないっていうふうに思います、私は夢っていうのはね。だから仮の夢でもいいし、他人の夢でもいいんですよ。で欲望まみれの夢でいいんですよ。ね、それに向かって一生懸命お金を稼ぎ、それに向かって一生懸命仕事をし、それに向かって一生懸命勉強した、その積み重ねによって、ね、自分は人間として少なくても自分の過去数十年の中で今日今この瞬間の自分が過去最高の自分だって思えるならば、それが一番の喜びだというふうに私は思うんですね。その達成感というか、なんか自分自身に対してのなんか誇りですよね。頑張ってきたな自分はみたいなね。自分が本当に一生懸命ね努力してきたなとね、自分が今ね今までの自分の中で一番知識を持ってるし、一番勉強してきたし、一番努力してきたなって思えるってことが一番喜びだと思うんですね。だからぜひやっぱり夢はね、35キロが苦しくなったとしても42キロまで走り切るってことが大事なんです。その時に35キロを通過点にして100キロにすると。でそのためには夢をねいっぱいいっぱい自分の本心本音に正直になっていっぱいいっぱい描くということです。他人は関係ないんです。自分の人生だから、自分の夢としてね、仮のゴールでもいいし他人の夢でもあってもいいので、ぜひね実現させて、自分自身にね誇りを持てる、自分の進化成長を心から喜べる、そんな人生っていうのをぜひ作っていっていただきたいなというふうに思います。はい、今回の動画をご視聴くださって感謝してます。ありがとうございます。ね、もし今回の動画があなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしていよいよ明日ですね、夕方6時に新プロジェクトの方を発表いたしますので、内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今日中にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。